入りました、入りました。さあそのまま突っ込んでくるジオ、いや強いジオが、アフィリアが止められない。そしてヤンがプラント入っています。ジオがメインウェポンの弾が切れたんです。いやここは止めましたよ、素晴らしい。ディフューザーはカット、そしてラムがネクロックス落とした。 NVK もラムがカット。これで残されたのはカナディアンのみ。ラッシュは失敗と言ってよいでしょう。そのままラムが敷いていた射線に入ってきたカナディアンが落とされました。とこれは NVK がバリケ越しに抜いてきます。さあノラ連合は前線を引かざるを得ない状況でしたが、 NVK がまたしても押し込んできて、まずはファーストマップノラ連合が敗れてしまいましたね。 EG1 マップ勝利。さあ廊下ちょっとハードピークに詰めてきたところですが、ここはカナディアンが打ち勝つ。パピリエが倒れました。そしてジオがプラント入っているんですが、ジオのプラント止めた。さあレイチェルがメリウスを FF してしまったものの、レイチェルそのまま耐えています。数的優位は5分、2オン2の状況。 NVK がトラップドアを、これもう設置はできないので1人どんどんピークですね。残り時間ありません。ここにボール裏からラム、ノラ連合非常にいい状況。しかし大窓に入ってきたヤンを追えているか。レイチェルここピークした瞬間、ここヤンが詰めてきた。さあここでプラント入りましたが、プラントの位置は見えないか。ラム、プラントは成立してしまいました。いやしかも逃げないですね、このヤン。まあ動きません。ラムの位置は置いていないか。足が見えたのでいる場所は分かったんですが、足が見えましたね。さあここで決め打ってきました。さあ子供部屋のラペリングだったんですけどもね、クロックさんローテートしている。ここでラムカット、素晴らしい。ベクターでこのロングタケは強い。ラムがこらえた。ただ時間を稼ぐ分には素晴らしいですね。残り時間が少なくなっています。ここで現地プラント入ってますよ、はい、ヤンがプラント、しかしこれはウォッカがカット、飛び出しています。さあジオはレイチルをカット、メリウスはパピリアを信じて 0.5 の位置をキープして、上からラムが上から仕込み。さあ NVK パピリアを抜いた、ネクロクスもメリウスを抜いた。2オン2ですがラムがまだ耐えている。そしてウォッカがウェルカムバットで決まる。この取れたらでかいというこの場面、決まったの、決めてウェルカムバットでした。ここはヤングがジャッカルのアイノックスを切っていて、ウォッカがそのまま詰めました。さあこれで3対5の状況。ウォッカは子供部屋のミラからおそらく状況分かりましたが、カナディアンがリテイク、裏から詰めてきた。しかしメリウスが押し込んでいく。気づけばエイビルジュニアさん1人、カナディアンただ1人です。ディフューザーはカナディアンの目の前にありますが、残り時間が40秒。いやーここは目抜き。ディフューザーを回収しに行ったんですが、カナディアンが目抜きでパピリアをカット、はい、リーチは分かりましたね。さあカナディアン詰めてきましたが、ここで窒息ガスボルトを焚いてダメージを稼ぎます。しかしここでメリウス、ナイフ勝負かっていく。結果なら負けねえぞと。このボイラーいるんですけど、気づいてるのかな。コンカッションが入りましたが、パピリアワンダウン。しかしラムがカバー、そしてヤンもここを立ち回ってヤングが詰めてくる。さあメリウスはネクロクスを潰した、詰めてきています。なんと NVK で逆ラッシュ入りました。ラムが血を止めたんですが、素晴らしい。ここでメリウスカット。さあ NVK の裏取り、こちらもリロード入った。リロード入りました。いや位置がバレてるのが辛いか。これは危ない。いやー取れたー、メリウス。ここは気づいていないか。カッター。さあ六角を入れられました。はい、そうですね、リバイブできますね。そして手からの射線ですが、ですけれどもこれはちょっと、これはあーっと設置止められてしまった。ディフューザー持っていたパピリアが落とされてしまって、 EG が時間いっぱいギリギリで守りきることに成功。イービルジーニアス VS ノラ連合は2マップ先取したイービルジーニアスが勝利、はい、ノラ連合は明日のディサイドゲームに持ち越しとなりました。